では開けた時に行ってみますが、電車の恐れがありますのでお気をつけください。この先、通信用の電波を発する電子機もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑となりますので、どうぞお控えください。果物、野菜、植物、肉類をお持ちのお客様は税関検査の前に検疫機、動植物カウンターでの検査が必要です。アジアをはじめ世界各国で高低気や鳥インフルエンザなどの伝染病が発生いたしております。海外で牛や豚、鳥などの家畜のいる場所に行ったお客様、または